マクダエル市長もおいでになったみたいだな。そういえば今回の新作に全面的に協力しているんだっけ？ええ、もともとおじい様はアルカンシェルのファンだから。リーシャさんのデビューもすごく楽しみにしているみたい。期待に応えられるといいんですけど。それよりインという人が言ったように、本当に何か起こるんでしょうか？わからない。だが可能性は高いと思う。捜査一課が警戒しているからイリアさんは大丈夫だと思うけど。そうですか。それよりもイリアさんに今回のことを本当に伝えなくてよかったの？劇団長も同じ考えみたいだけど。はい、いいんです。あの人には、イリアさんには余計な心配をしないで輝いていてほしいですから。それが私たち全員の願いなんです。君は本当にイリアさんが好きなんだな。一体どうしてそこまで？この劇団にはかなり強引に誘われてしまいましたけど、でも私嬉しかったんです。クロスベルに来るまで私は決められた道しか歩いていませんでしたから。だからあの人の演技を見てとても引きつけられたんです。ああ、こんな風にただ上を向いて力強く輝ける人がいるんだって。決して手が届かないものだから憧れてしまったのかもしれませんね。リーシャさん、手が届かないなんてそんなことはないんじゃないか？え？確かに今回の君の役は月の姫、太陽の姫の輝きを受けて映える役かもしれない。でも素人目から見ても君とイリアさんの演技の良さはそれぞれ別物じゃないかと思った。君は君自身としていつかきっと輝けるはずだよ。そうでしょうか。なあ、だからこそイリアさんも君を誘ったんじゃないかと思う。今回の事件、俺たちも壁にぶつかったけど、なんとかここまでたどり着いた。きっと解決してみせるから。だから君も全力で頑張ってほしい。はい。それじゃあ私そろそろ行きますね。ロイドさん、エリーさん、どうか頑張ってください。ああ。ええ、あなたも頑張って。さてと、俺たちもステージが始まるまでどこか別の場所で待機するか。ん？どうしたんだ？はあ、まったくもう。これで無自覚なんだから、たちが悪いというか。え？何でもありません。それよりも、あそこまではっきりと約束したんだから。今回の事件、絶対に解決しないとね。なあ、もちろんだ。皆様、お待たせしました。これより、劇団アルカンシェルの新作、金の太陽、銀の月のプレ公演の幕を上げさせていただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。ここは
ラの国。天のエイドスの祝福と慈愛により大いなる繁栄を誇った古の王国。古来よりラでは姫と呼ばれる舞手によって祭り事が決定されてきた。姫はエイドスの意志を宿し、星の祭殿において競い合うことでその祭り事の正しさを世に知らしめる。しかしそこにはさまざまな思惑も絡み、有力者たちは競うようにしてそれぞれの姫を擁立するのだった。そんな中、太陽の姫と謳われる当代一の舞手の姿が星の祭殿にあった。始まったか。しかしすごい盛り上がり方だな。本当だったら私もこの目で見たかったわね。一家の人たちが羨ましいわ。でもそんなすごいステージが目の前で行われてるっていうのに警戒してなきゃいけないんだろ。逆に辛くないかな、それって。そうかもね。それじゃあ私たちも劇場内の巡回を始めましょう。ただし一家の人たちがいるから観客席は覗くくらいにしないと。ああ、そうだな。こちらロイド、二人とも聞こえてるか？ああ、聞こえてるぜ。どうやら始まったみたいですね。が、これから劇場内の巡回を開始する。そちらは引き続き劇場周辺の警戒を続けてくれ。了解しました。サイトも来てくれたのでこちらの方は万全です。そうか。変な奴がいたら連絡する。ステージに見とれて一家の連中に見つかんなよ。なあ、分かってる。巡回を始めよう。まずは一通り回りながら劇場内のスタッフに声をかけて異常がないかどうか確かめるんだ。ええ、分かったわ。
S 席は異常なし。ま、ダドリー捜査官がいるからこっちの方は心配なさそうだな。そうね、他を回ってみましょう。どうやら異常はなさそうだな。それにしてもイリアさん、とんでもなくすごいな。そうね、もう離れましょう。このまま見ていたら引き込まれてしまいそうだわ。ああ、そうだな。ここは貴賓席か。制服警官しかいないけど大丈夫なのか。まあ、アーネストさんはおじい様の護衛でもあるから、何か起こった時も十分対処できると思うけど。それもそうか。これは第一幕が終わったみたいね。こうして日の一族が擁立する太陽の姫に対抗すべく、新たなる姫が名乗りを上げたのです。その姫の名は月の姫。ラの国の勢力を二分する夜の一族の擁立した舞手でした。第2幕が始まったか。リーシャ、頑張ってるみたいだな。ええ、かなりの拍手だったわね。それじゃあ、また一通り回ってみましょう。なあ。
大丈夫そうだな。しかしダドリー捜査官も大したものだよな。あれだけのステージを前にして警戒が緩んでなさそうだし。ええ、鋼の意志って感じね。異常なしか。ちょっと警官の注意が散漫になっていそうだけど。まあ、あのステージを見てたら無理ないかもしれないわね。異常なしっと。それにしてもリーシャ本当にすごいな。ええ、イリアさんとは違う方向性の舞ね。まさに銀の光をまとった月の姫って感じだわ。第2幕が終わったか。ええ、盛り上がってるみたいね。エイドスの気まぐれか、それともいたずらによるものか。太陽の姫は月の姫が生き別れた実の妹であることを知る。しかし月の姫はそのことを知らず、氷のような敵対心を向けてくるのみ。思い悩んだ太陽の姫は白装束と面で正体を隠した上で森の廃墟に月の姫を呼び出す。そこはかつて幼き姉妹が仲睦まじく遊んだ秘密の場所であった。第3幕、折り返し地点か。しかし、さっきからすごい反応だな。ええ、それだけ今回のステージの完成度が高いんだと思う。このまま何事もなく終わってくれるといいんだけど。ああ。犯人は捕まえられないけど、それに越したことはないよな。
ダドリー捜査官もステージが気になるみたいだな。警戒は怠っていないみたいだけど。無理もないわ。アルカンシェルのステージを見て心が動かない人はいないでしょうし。大丈夫そうだな。警官はともかく、アーネストさんは周囲を警戒してそうな感じだし。ええ、そうね。盛り上がってるな。ええ、まさか二人が姉妹という設定だったなんて。この先どうなるのかしら。じゃなくて。そうね、巡回に専念しないと。第3幕終了か。ええ、最終幕が始まるわ。かつて幼き姉妹を離れ離れにした恐るべき陰謀劇。その真相を知りながらも結局姉妹は相争うことになりました。なぜならば彼女たちは姫。舞こそが彼女たちのすべてであり、エイドスの意志を宿せる巫女姫はたった一人しかいなかったからです。互いへの死母の念、そして同じ相手を好きになってしまった葛藤。それ以上に得がたきライバルへの熱い共感と燃えるような対抗意識、そのすべてを胸に秘めた二人の姫が今宵星の祭殿に降り立ちました。どうやらプレ公演はなんとか乗り切れそうだな。ええ、回ってみたところ不審な人も見かけなかったし。ロイド様、エリー様。バルサモ支配人、どうなさったんですか？それが
少々不審な動きをされているお客様がおりまして、しかも招待客リストの中にはいらっしゃらなかったのですが。ね、どこにいたんですか？右奥にある階段の上です。どうやら S 席の様子をこっそり伺っているらしく。わかりました、すぐに確認してきます。支配人はこちらで待機していてください。